アリテームはファイザーが1980年代初頭に開発した甘味料であり、現在でもいくつかの国でアクレームの商標で販売されている。アスパルテームと同様にアリテームもアスパラギン酸を含むジペプチドである。大部分のジペプチドは甘くないが、1965年にアスパルテームが偶然発見されると同じように甘さを持つ類似化合物の探索が始まった。 アリテームやネオーテームはそのような第二世代のジペプチド甘味料である。アリテームはアスパルテームと比べて優れた特徴をいくつか持っている。スクロースよりも約2000倍甘く、アスパルテームと比べても約10倍甘い。また、後味が残りにくい。高温環境や酸性環境での半減期は、 アスパルテームの約2倍であるが、サッカリンやアセスルハムカリウム等のいくつかの人工甘味料は、より安定である。アスパルテームと異なり、アリテームはフェニルアラニンを含まず、フェニルケトニオーショーの患者も摂取することができる。アリテームは、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、中国で使用が認可されている。ダニスコは、アメリカ合衆国での食品用甘味料としての、 認可申請を取り下げた。2017年現在、日本では未認可である。アリテームの合成、アメリカ合衆国特許第5874,121号 CF レッドナイサーブック6ありがとうございます。